ガールズラジオチームご在所ラジオ輝かいき探偵団。皆さんこんばんは。始まりましたチームご在所ラジオ輝かいき探偵団、番組進行役の徳若美希です。今日もここエクスパーサご在所よりお送りします。若いうちは体を動かすこと、これがダイエットの極意。よく食べてよく動く、これこそが最強のダイエットなのよ。徳ちゃんどうしたの、大声出して。ああ皆さんこんばんは、神楽屋怪奇探偵団団長の神楽夏希です。ほら、前回の放送でカグリンさんに太ったことを指摘されたじゃないですか。その後ご紹介した例のインストラクターさんに連絡を取っていろいろと教わったみたいですよ。あら、ご挨拶遅れましたわ、副団長の穂波あかりです。そっか。ほーんって、ずいぶん興味のない返事じゃない。女子にとっては一大事なんだからね、ダイエットって。膨大な知識と抜群の分析力を備えてるのに、怪奇現象にしか興味のない謎々少女カグリンにはこの乙女心は分かんないわよ。徳ちゃん、前回の放送でも使ってたその謎々少女って僕への言い方は気に入ってるの？わかる？なんだかテレビアニメのキャラクターみたいでよくない？謎々少女カグリンって。僕あんまりアニメ見ないからわからないや。うん、見てないの？小学生なんて現役世代じゃない。私は小さい頃よく見てたな。特にプリキュアが大好きで、グッズもいろいろ買ってもらったわ。あかりちゃんは？私もプリキュア見てましたわよ。でもトクちゃんさんとはシリーズが違うかもしれません。トクちゃんさんのは二人はの方ですか？うん、そうそう、一番最初のやつからイエスぐらいまでかな。映画館でちっちゃいペンライト振って必死に彼女たちを応援してたわ。あー懐かしい。私もやりましたわ。小さい頃は戦うヒロインに憧れてましたの。あー懐かしい。意外、お嬢様のあかりちゃんが戦うヒロインにね。そういえばヒロインで思い出したけど、ここエクスパーサご在所にヒーローがいるって知ってる？存じておりませんわ。これね、ご在所サービスエリアの頭文字 GSA のキャラクターで、海の環境を守るために遠い島からやってきたちょっとドジで心優しい正義のヒーロー、ハマグリマンっていうんだけど、土日祝日に私たちのスタジオがある上りサービスエリアに登場するらしいんだよね。ちょっと気になるから明日にでも行ってみようかな。ハマグリマンさんはゆるキャラなんですね。トクちゃんさんがゆるキャラ好きってなんだかわかる気がします。だね、わかる気がする。なんだかまた二人におちょくられてる感じだけど、まあいいか。私は大人、広い心を持った大人だからね。ところでアニメあんまり見ないってカグリンは、テレビでお気に入りの番組とかないの？あるよ、金高薫の世界の旅かな。何それ、深夜ドラマとか聞いたことないんだけど。違うよ、今から60年前に放送してた紀行番組だよ。はあ、60年前の番組って、カグリンはとうとう過去を見る能力でも備わったの？それ徳ちゃんギャグ？そんなわけないよ。でもそんな能力あったらいいね。あ、じゃなくて CS でやってるんだ。この番組すごいんだよ。60年前って日本じゃ普通の人が海外旅行に行くことすら珍しい時代に、世界を旅して現地に密着したレポートを金高さんって女性がやってるんだ、うん、今では国交がなくて行けない地域や世界の超有名人と回ってるんだよ。それも30年以上も続いた番組で、今見てもすごく面白いよ。徳ちゃんも一度見てごらんよ。その話いろいろ聞きたいことはあるけど、まあカグリンらしいか。じゃなくて、ダイエットの話だ。そう、さ、ほら見て見て見て、私の体少しは引き締まってきたと思わない？今日だって家からここまでランニングでやってきたのよ。どうどう？どうかな。そうですわね、なんだか顔つきがシュッとしてきた気がしますわ。でしょでしょ、やっぱりあかりちゃんは分かってくれるよね。よし、気分がいいぞ。今日はいいことありそうだね。この勢いであかりちゃん提供よろしく。はい、この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしますわ。
チームご在所の番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ガルラジチーム藤川です。メインパーソナリティの相内すずです。白糸ゆいです。金目なぎさです。私たちナンバーワンチームを目指してガーリーでラグジュアリーな番組ラジオ藤川ステーションを放送しています。皆さん、よければ聞いてください。よければじゃないよ、みんな必ず聞いてください。二人ともまあまあってわけで、こんな感じでお届けしてます。さて、最初のコーナーです。あかりちゃん、お願いします。はい、それでは行きますわね。あなたのマイルールを教えて、神楽屋怪奇探偵団の掟にしますですわ。うん、パチパチパチはい、このコーナーは番組をお聞きのリスナーさんこと団員さんが自分で決めているルールや必ずやる験担ぎなどをご披露していただき、私たち3人と一致したものを神楽屋怪奇探偵団の掟にしようというものですわ。まず1通目の投稿をご紹介しますわ。団員ネームゲルマン人さんからです。僕の考えたマイルールはこちら、へこんだ時はネタにしろです。おう、これはですね、失敗したり叱られたりしてへこむことってあるじゃないですか。そんな時、ラジオ好きの僕はやった、ラジオのネタができたと、むしろニヤッとしてしまいます。考え方一つでアンラッキーもラッキーに変わると思うんです。皆さんもラジオに限らず、話のネタができたと考えてみるのはいかがでしょうか、ということです。ポジティブな考え方する人いいよね。前向きが一番よ。私もそうだもん。うん、僕もこの人の考え方いいと思うよ。ちなみに気の持ちようの気っていう言葉は、中国思想や漢方医学でも使われる用語で、東洋的な考えとして用いられるんだけど、最近では西洋でもこの気を科学的に解明しようとする科学者も出てきたんだ。それに僕たちの追求する怪奇現象にも気はいろいろと関わってくるんだよね。へー、そうなの。さすが物知りかぐりん。はい、ではお二人とも団の掟として採用でよろしいですか。はい、ということでいつもの行きますわよ。団員ネームゲルマン人さんのマイルール、へこんだ時はネタにしろを団の掟とします。では一つ、はい、一つ、へこんだ時はネタにしろ、へこんだ時はネタにしろゲルマン人さん、ありがとうございます。あなたのおかげで6つ目の掟が生まれましたわ。うんさてさて、ここからはテンポよくいきたいと思います。はい、前回同様、まずは団員さんのお名前とマイルールを読みます。その上でそれぞれがそうかなと思ったらイエス、違うかなと思ったらノーと答えてくださいね。お二人とも準備はよろしいですか。うん、はい、それではいきますわよ。団員ネーム荒牧さんのマイルール、焼き酒の皮を食べる、さあどっち。イエス。おー、あー幸先がいい。これはみんな一緒ですわ、ね、美味しいですわよね、うん、では次いきますわよ。団員ネーム磁石さんのマイルール、北極と南極行くことができるとしたら北極に行く、さあどっち。イエス。おお、ペンギンさんとても可愛らしいですわよ。あ、そっか、どっちにも行きたいけどね。そうですわね、わかる、どっちも行きたいですわではどんどん行きますわよ。うん、団員ネームメタレさんのマイルール、疲れる前に休憩しよう、さあどっち。イエス。おお、ちゃんと考えて動いてるんだね、うん、みんなね。やっぱりね、みんな休みたいだけっていうのもあるかもしれませんわね。無理は良くないよ。そうね、ではでは次です。団員ネームお金持ちになりたいさんのマイルール、お札の向きはすべて同じにする、さあどっち。ノー。おお、揃えそう。2人とも揃えないんだ。あんまり意識してないかな。そうですわね。ではでは次に行きます。ラインネーム勝木さんのマイルール、盛り塩をしている、さあどっち。イエス。あれ、お二人ともしてないの。しない
ことの方が多いんじゃないかな。みんなどうだろうね。そうですわね。私はやったことないですわね。ないですね。ではでは、これが最後ですわ。団員ネーム羊が一匹さんのマイルール。寝る前に必ず聴く曲がある。さあどっち？ノー。あー、うん、そっか、なんかこれ徳ちゃんだけ。そうだね、聞いてたら寝れるっていう曲はあるね。そうなんだ、うん、寝る前は無音にしますわ。確かに、うん、なるほどね、ゆっくり眠れるようにわかる、それもわかる、うん、ということで以上で終了ですわ。さあ連続で6つのマイルールを紹介検証しましたが、まずは結果について見てみましょうか、うんうん、一致したのが2つでしたわね。そうだね、最初の一つはなんだっけ、鮭焼き鮭のね、皮を食べるか食べる、うん、あれ一致したけど掟には適さないよね、うん、そうだね、食べない方もいらっしゃいますね、うん、そうだね、これは好みだから ね、うん、だからもう一つ、疲れる前に休憩しよう、こっちはすごい大事なことな気がするから、うんね、これは掟としていけるかなと思います。はい、はい、このガルラジも折り返し地点を過ぎて、今回を入れてあと3回なんでね、はい、頑張りすぎて体調崩したりしないようにっていう気持ちを込めて、うん、まあ、ちょっと2人はねマイペースだからあんまり疲れたりとかしてるかどうかって感じですけれども入れますわね、そんな入れたいなと思いますよ、もう褒めてないからねそんなんじゃないよ、まあまあ、では意見が一致したので、メタレさんのマイルール、疲れる前に休憩しようを7つ目の団の掟ということで、では行きますわよ、うん、一つ、はい、一つ、疲れる前に休憩しよう、疲れる前に休憩しよう。とくちゃん、ダイエット目的で体を動かすのもいいけど、無理してオーバーワークにならないように気をつけてね。ああ、かぐり、私のことを気遣ってくれるの超嬉しい、もうなでなでしちゃう。いや、それは違うよ、だってトクちゃんの体調が崩れたらこのラジオがうまくいかないもんね。あかり、そうですわ、トクちゃんさんあってのガルラジチームご在所ですもの嬉しいの半分だけど、残りの半分は2人の事前準備の丸投げ継続宣言にも聞こえるんですけどあー、バレた、うん、バレたじゃない、2人ともちゃんとやろう、お姉さんの意見は絶対だからね。おー、出た、決め台詞、調子が出てきたかな、徳ちゃん調子が出てきたところで、他に気になったマイルールはありますか？あ、そうね、マイルールっていうより二択の心理クイズ的なものもね、中にはあったような。うん、そうだね、それに今回験担ぎ的なマイルールも多かったね。験担ぎって前にいい結果が出たことを再度行うことで吉兆にすることなんだ。元は縁起を担ぐと言われていたのが、江戸時代に逆さ言葉が流行って、それで縁起を義縁っていうようになり、それがだんだん験って言われるようになったんだよね。昔こうテレビとか音楽の業界人がさ、逆さ言葉を使うっていうのは聞いたことあるけど、うん、逆さ言葉ってそんな昔から流行ってたんだねそうなんだよ、逆さ言葉のことを当時は倒れるに語ると書いて倒語って言ってたんだけど、うん、今では普通に使われている言葉も江戸時代には倒語だったものもあるんだ、うん、例えば新しいとかズボラとか元ネタのネタとか、ネタは種の統語で、ズボラは坊主の統語で、生草坊主ってダメなお坊さんのことを逆さ言葉でズボラって言ってたんだよね。で、新しいはもともと新しいって言われてたんだけど、統語だけが今も残ってるんだよね。へー、また一つ賢くなっちゃったわ。ありがとう、ゾナゾナ少女リンカグ。トクちゃん、それ使い方違うと思うんだけど二人ともそろそろお時間ですわよ。番組をお聞きの皆さん、これからもご自身のマイルールどしどし送ってきてくださいね。以上、あなたのマイルールを教えて、神楽屋怪奇探偵団の掟にしますのコーナーでした。ラジオ神楽屋怪奇探偵団、次のコーナーは私徳若が担当の、これって他とは違うの？ところ変われば品変わる。
このコーナーは三重に来てもうすぐ1年になる私徳若ですが、地元では当たり前のことがここでは特別なことだったり、かぐりんやあかりちゃんには普通のことが私には特別なことに思えたりすることから、皆さんの住んでるところでは当たり前のことだけど他とは違うって言われたことがある、そんな体験談を送っていただいて、そのことについてあーだこうだと3人で話をするコーナーです。うん、はい、早速ですが、はい、お便りが来てますので読みます。お願いします。三重県団員ネームじゅうじゅうさんからのお便りです。はい、神楽屋怪奇探偵団の皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんはご存知だと思うのですが、回転寿司ならぬ回転焼肉が三重にはありますよね。テレビでは何度か取り上げられてますし、他県の人に言うと驚き面白がってくれます。そのお店は1回目の放送後、私たちのね、1回目の放送後、皆さんが反省会を開いた焼肉屋さん一升瓶の系列の宮町店です。そこで気になったのですが、メジャーな寿司、三重ならではの焼肉以外にどんな回転系のお店があるか調べてくださいということですが、はい、2人は松阪にある一升瓶の宮町店って行ったことある？ないんですな。そう私はね、行ったことあるんだよ。そうなんだ。回転焼肉だけじゃなくて普通の席もあるんだけど、やっぱり回転焼肉のね、席が一番人気で、曜日とか時間によっては待ちになっちゃうこともあるんだって。そうなんだ。それで私は一人で行ったんだけど、一人焼肉にはねちょうどいいっていうか、少量のお肉がお皿に並んで回転してるから、いろんな種類のお肉が好きなだけ食べられるし、お肉を直接見れるから名前が分かんない部位も選びやすい。そうだから子供のいる家族連れとかにもいいんじゃないかなって思ったの。確かにね。そうですわよね。でもそんなにいいことが多いなら回転焼肉もっと増えてもいいんじゃないでしょうかね。私もそう思ったんだけど、よく考えたら回転するコンベアがこうガラス張りの冷蔵庫みたいになってて、はいはい、もう設備費とかコストとか結構かかってる感じだし。なるほど。あ、そっか。このお店みたいにね、たくさんの種類のお肉を提供するところじゃないと回転させるメリットとか面白さとかがないんじゃないかなって。あ、でも大阪にも別の、回転焼肉のお店あったの。あ、そうなんですね。すごい、さすが徳ちゃん。食べ物のことになるとその知識と分析力、冴え渡る推理力、右に出るものなしって感じで、マジリスペクトだよ。ほんと頭が下がるな。ねえ、茶化してるでしょ。あ、もうそうですよ、カグリンの言う通り、食べ物にだけ詳しい、能力を発揮する、食べ食べ女子徳ちゃんですよ。もう私も食べ食べ女子徳ちゃんまあまあ、食べ食べ女子徳ちゃんさん、いじけないでくださいな。あ、ところで団員さんからの依頼に関してはどうなんですの？もう、あかりちゃんまで、全てを調べきれたわけじゃないんだけど、はい、私の調べではさっきも言ったように大阪にも回転焼肉があるのと、別のジャンルでは東京の原宿に回転スイーツ、そしてもう閉店しちゃったみたいなんだけど、神奈川県の横浜に回転やむ茶のお店があったみたい。そんなに種類がないものなんですね。回転寿司は大流行してますのにね。他には食べ物は回らないんだけど、フロアが回る回転レストランが数件確認できたのと、すごいでしょ、イギリスに日本の回転寿司を真似た日本食を提供する人気有名店があるのと、グアムに回転寿司と回転焼肉が一緒に楽しめるお店があるよね。すごいですわ。すごい、さすが徳ちゃん、食べ物のことになる。ストップ、カグリン。ジュジュさん、以上が調べた結果でした。まだ調べられなかったお店があると思うので、番組をお聞きの団員さん、皆さんの住んでいるところに変わり者の回転式のお店があったら番組までお送りください。よろしくお願いします。続いていきますよ、団員ネーム FC さんからのお便りです。私は秋田県出身なのですが、
大学時代に方言が通じず何度も驚きました。一番驚いたのは捨ててほしいという意味で投げてと言ったのですが、相手には通じず投げ返されたことがあります。皆さんは方言が通じず驚いたことはありますか、だそうですが、逆に私は三重に住んで最初の頃意味が分かんなかった言葉があったんだよね。何、ねえカムリン、学校の机とか掃除の時にさ、こう運ぶときどうしてた、なんて言ってた、机つっといて、そうそれつっといてって運んどいてっていう意味なんだよね、うんうんうん、そう、あとあかりちゃん、ゴミ捨てるのなんてお願いしている、そうですわね、ゴミほっといてですわ。あ、それ私初め分かんなくてそのままゴミ放置してすんごく怒られちゃった記憶があるんだよね。でも今ゴミって言いました。あ、やっぱ生まると出てくるね、見られてるね。他にもいろいろ分かんなかった方言があって、 FC さんとは逆の立場だけど気持ちは分かるかな。でも最近の若い人たちは方言使わないんだってね。特に女子はその傾向が強いっていうのをなんか私も体感したことが、中学ぐらいに体感したことがあったんだけど、うん、早いですわ、ね、そう、でも2人は結構使ってるんだよね、僕たちもあんまり使わないよ、徳ちゃんが聞いたからあえて方言で答えただけ。なるほど、そうなんですな。ちなみにこの番組では逆にあえて標準語を意識してお話しするようにしてますわ。確かに番組内だけじゃなくて普段の会話にそれほど違和感ないもんね、FC さんこんな感じでいかがでしょうか。さてこのコーナーでは自分の住んでるところは他とは違うとか、友達の住んでるところが違うとか、例えば、変わったお店があるとか、その地方独特の食品があるとか、その他何でも構いません。投稿どしどしお願いします。待ってます。以上、これって他とは違うの、ところ変われば品変わるんでした。そういえばオープニングでご紹介しようと思っていたお便りを出しそびれていたので、ここでご紹介してもいいですか。うん、いいよ。ありがとうございます。では団員ネームだるまさんからの質問です。神楽屋の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんが集まって活動してる神楽屋怪奇探偵団のアジトのことを教えてください。どんな感じのところなのか、そしてどのように過ごしているんですか、ということなんですが、住所はね教えてきませんが、間取り的なことと集まって何をしているかですね。団員さんへのサービスということで、徳ちゃんさん、ご説明をお願いしてもよろしいですか。いいけど、カグリンとあかりちゃんもフォローしてね。はい。まず四日市市内にあるアパートの一室です、はい、このアパートはあかりちゃんのお父さんの持ち物ですね。あかりちゃん、はい、そうですわ。それで間取りは 2LDK です。玄関前には森塩をして、あれカグリンがやったの。そうだよ、さっきのコーナーで分かったんだね。 ありがとうございますわ。で、中は一部屋が丸々本の部屋です。書庫です。そこには難しい専門書や英語の本もあって、あとね、怪奇現象のものから自然科学、政治、経済、歴史の本などありとあらゆる本があって、まあ、小さな図書館って感じかな。私も見たことのない占いの専門書もたくさんあってよく借りてます。最近漫画やラノベも増えたようだけど。ああ、それは私が持ち込んで置いてるんだ。こっそり奥の方に揃えてたのに気づいてたんだ。バレバレですよ。それでいつもみんなでいる部屋には大きなテーブルとパソコン、インテリアは必要最低限のものが揃ってるって感じで、流行の北欧のもので統一されてシンプルだけどおしゃれな感じかな。そういえばこれって誰の趣味なんだろう。あ、私の趣味ですわ。そうだったんだ、あかりちゃんセンスいいよ。ありがとうございますわ。で、こんなところかな。カグリンはだいたいこのアジトにいて、いつもカグリンからの連絡で集合してから怪奇現象を解決しに行ったり、いろんな下調べをしてるって感じ。うんうん、私はここでラジオの構成を考えてるけど、皆さんご存知の通り二人はそこに関しては無関心なので、カグリンは本を読んでるか、パソコンで海外
外や国内のブレーンと連絡を取ってて、あかりちゃんはファッション誌を読んでるかスマホをいじってるか、うん、漫画を読んでるって感じです。とっても面白い。以上、私たちかぐらや怪奇探偵団のアジトの紹介でした。徳ちゃんさん、ありがとうございました、うん、だるまさん、徳ちゃんさんからの報告でご満足いただけましたでしょうか。団員の皆様も私たちのことで知りたいことがあったらお便りくださいね。続いては勝手に CM のコーナーです。今回の勝手に CM は日本三大和牛の一つであり肉の芸術品と言われる松阪牛です。正式には松阪牛っていうらしいんですが、地元ではみんな松阪牛って言ってます。どちらの呼び方でも問題ないようですわ。ちなみに三大和牛は3つじゃなくて、神戸ビーフ、松阪牛、近江牛、米沢牛、前沢牛の5つで、誰が命名したかは不明だそうです。うん、松阪牛の特徴はキメの細かいサシと柔らかな肉質、深みのある上品な香りと脂肪の溶け出す温度が低く舌触りがいいこと。話してるだけなのに口の中が唾液だらけに。よし、今夜はすき焼きで決まりだな。決まりですわ。以上、勝手に松阪牛の CM でした。あ、本当にすき焼き食べたくなってきた。今度のお休みお姉さんが連れて行ってあげるから3人ですき焼き食べに行かない？いいよ。うん、そっけない反応だな。あかりちゃんは？そうですわね、この間はとくちゃんさんにいちご狩りに連れて行っていただいたので、今度は我が家ですき焼きにしませんか？いいの？やった、お嬢様のお屋敷で松阪牛のすき焼き楽しみだ。決まりですわね。さてさて、このコーナーではスポンサーさんを募集しています。地元企業の皆様のみならず、あなた自身のことや家族のこと、学校行事やオフ会の告知などなど、アピールしたいことを CM にします。今なら CM 料は無料です。皆さん、どしどしご応募ください。応募が来なかったら私たちが勝手に応援 CM しちゃいますからね。ラジオかぐらや怪奇探偵団。それでは最後のコーナーです。かぐりん、よろしく。ではかぐらや怪奇探偵団レポート。バチバチバチ、待ってました、はい、このコーナーは僕たちが日頃追いかけている怪奇現象のレポートを団員の皆さんにこの場を借りてお届けするコーナーだよ。番組を聞いている団員さんたちの身近で起きた怪奇な出来事や気になる噂や謎があれば番組に送ってくれるかな。僕たちが調査してそのレポートもここで紹介するよ。そして今回もラジオを聞いてくれている団員さんからたくさんのお便りをもらいました。おー、ありがとうございますですわ、まず団員ネームポテトンさんからの投稿です。かぐらや怪奇探偵団の皆さん、こんにちは。こんにちは。先日実家に帰省中、高速道路で渋滞に遭遇しました。そこで気になったのですが、渋滞の先頭ってどうなっているんでしょうか。かぐらや探偵団の皆さんに調べてもらいたいです。よろしくお願いします。ということだけど、これ怪奇現象というよりも社会現象かな。そして僕たちよりも詳しそうなネクスコの藤田さんに聞いてみたいと思うので、次回報告するね。藤田さんにですね、じゃあ次は、リーフさんからのお便りです。皆さんこんばんは。こんばんは。私が気になっているものはチパカブラという名のユーマです。とあるアニメ作品に出ていたのがきっかけで存在を知り、二足歩行でトカゲのような見た目、鳴き声がルーンヤと鳴くらしいのです。謎ですよね。謎ですわね。その他にもチパカブラの情報があれば知りたいので、調査のほどよろしくお願いします。ということだけど、僕の得意分野のユーマだね。早速話をさせてもらうよ。チパカブラは主に南米で目撃される吸血ユーマで、この生物によって家畜の血が吸われたという話が1995年2月頃に初めてプエルトリコで登場。
以来1000件を超える目撃情報が南米各地で報告されていて、リーフさんの言うように二足歩行でトカゲのような見た目に鳴き声がルーンやと鳴くという報告は1995年頃のことで、2000年代に入ってからは超大型犬のような出立ちの四足歩行のユーマがいると言われているんだ、うん、写真やビデオ動画での目撃情報が多いのもこのチパカブラの特徴なんだけど、まだその正体は解明されていないんだよね。吸血ユーマって怖いですわ。南米を旅行するときは気をつけないとですわね。お金持ち発言だ。さて次のお便りを読むよ。団員ネーム真っ黒のさんまさんからの依頼です。呪いといえば藁人形に五寸釘、白絹を着て頭にろうそくを立てますが、実際にやったらろうそくが熱いし、溶けたろうそくが体や頭にかかって悶絶して呪いどころではないと思います。どうしてこのような過酷な格好で行うのでしょうか、ということだけど、これは徳ちゃんお願い。はい、調べましたよ、うん、俗に言う牛の国参りには元になった宇治の橋姫というお話があるんです、はい、嫉妬に狂った橋姫が相手を殺したい一心で鬼にしてほしいと明神にお祈りをしたそうです。哀れに思った明神が苦行をすることを提案して、その時のいでたちが鉄の輪に3本足がついた台を逆さに頭に乗せ、3本の足には松明を燃やし、さらに両端を燃やした松明を口にくわえとあり、ここから牛の国参りの形が生まれたと言われています。熱々ですわ ね、 ね、そもそもは鬼となるための苦行だから悶絶なんて当たり前っていうことなんですかね。人を呪うってそれほど大変なことなんで、軽い気持ちでやるのは本当にやめましょうね。そうですわね。これで質問の答えになったでしょうか、真っ黒のさんまさん、うん、この橋姫の話にはあの安倍の生命や鬼の刀のおにぎりも出てくるんだよ、うん、ということでこのコーナーはおしまいですが、ご紹介できなかった団員の皆さんからのお便りがまだまだたくさんあります。ちゃんと皆さんからのお便り紹介したいと思いますのでお待ちください。はい、続いてはネクスコ中日本からのお知らせです。ネクスコ中日本の藤田さん。はい、ネクスコ中日本の藤田幸乃です。皆さんはサービスエリアって一般道からはいけない場所だと思っていませんか？ところがどっこい、サービスエリアを一般道からも使える場所が存在するんです。それがプラットパーク。ここで注意、プラットパーク用の駐車場は近隣にお住まいの方などが一般道からサービスエリア、パーキングエリアの商業施設をご利用できるように整備したもので、高速道路利用のアクセスのために整備された駐車場ではありません。ご理解くださいませ。そういえば今年の春頃、プラッと知らないおじさんと飲みに行ったんですよ。いつもはお断りするんですが、この日はビビッと、これも何かの縁だと思ったんですよね。なんとびっくり、気づけば午前3時。次の日が休日とはいえ盛り上がりすぎましたね。もちろん何もありません。それ以降一度もお会いしておりません。あのおじさん元気かな。皆さんはプラッとしたい日ってありますか？そんな気分の時はぜひプラットパーク、ネクスコ中日本のサービスエリアにプラッと遊びに来てください。はい、ってなことで藤田幸乃がお送りいたしました。スタジオにお返しします。藤田さん、ありがとうございました。徳ちゃんもさっき言ってたけど、本当にたくさんのお便りをいただいたので、僕もちゃんと紹介したいと思ってるよ。それとまだお便りを出したいけど勇気がないって思っている団員さんも気軽にお便りください。うわー、かぐりー、その発言やっと番組に対して前向きになってくれたのね。お姉さん嬉しい。番組というより心を込めてお便りをくれるみんなに答えたいだけだよ。それよ、その気持ちが番組作りってこと。嬉しい。タコちゃんさん本当に嬉しそう。そして今回も進行役ご苦労様でした。ありがとう。
そしてここまでお聞きいただいた団員の皆様もありがとうございますですわ。うん、あかりちゃんもかぐりもありがとね。よし、いい感じになってるぞ私たち。こうなったら次回はずっと考えてたあれを実行しちゃおうかな。かぐりもあかりちゃんもお姉さんの意見は絶対だから私の意見に従ってもらうからね。はい。よし、そうとなればこれから忙しくなるぞ。さて、あかりちゃん締めてくれる？はい、名残惜しいですがお時間が来たようです。次回の放送は2月15日の予定ですわ。あら、バレンタインデーの次の日ですわね。そしてまだまだ寒い日が続きますから、皆様風邪などひかれぬよう十分お気をつけて過ごしてくださいね。ということで、ここまでのお相手はほなみあかりと徳若美希と神楽夏希でした。みんな、またここで会おう。バイバイ。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしました。ガルラジチーム御在所第4回ラジオ神楽屋怪奇探偵団プラス。はい、皆さんこんばんは。神楽夏希役の小沢ありです。はい、ほなみあかり役の吉村遥です。はい、徳若美希役の松田理沙恵です。はい、第4回になりましたけども、はい、今回の本放送というか本編の方では、はいはい、あの本当に聞いてくださっている、はい、リスナーの皆さんからいただいたメールを、メールを、はい、いっぱいね紹介させてもらったんですよ。ありがたいや。なんかリアルタイム感があって面白かったよ ねすごい。キャラクターに名前を呼ばれていかがでしたか皆さん。確かにでもなかなかないですね。いいメールでしたよね。本当に渋滞の先っちょどうなってんだろうみたいな。そう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 、ちょっと待機ではなかったからあのスルーさせていただいて、うん、来週次回次回、あ確かに来週かな、ね、うん、そうだよね。でも私的には渋滞の先っぽは信号の手前の人かな。あーそっか、うん、信号の手前ですか。そう、信号とかで待ってる人が、あそこが先頭かなって。確かに信号か、うん、なんかちょチラッと聞いたことはありますよね、うん、その一回この出発のタイミングが遅れちゃうとどんどん遅れていくみたいな、うん、私聞いたような気がするなっていう答え合わせが。確かに高速道路とかだったら降りる人のなんだろう、その出たとこの信号手前とかなのかなって。そう、やっぱ信号なんですね。勝手に思ってた。確かになんか信号とか歩くときに、うん、一歩でも早く出たいって思うんですよ、うん、大阪人大阪人、ね、最近結構さ交通事故とか多くないですか。だから不安で私結構信号をキョロキョロするようにして渡りながらキョリキョロする車が進入してこないから。あもう昔な習った右左右っていう。なるほど、確かにあれだね、やっててね、うん、本当キョロキョロしよう、一歩前でいいけど、うん、確かに そうなんです。なんか特に焦ってない時でも、そのどう動いたら一番早く動けるんだろうっていうのをすごい最近考えてて、うん、いや歩き出す方じゃない方に体重かけてた方がいいのか、そういう細かい話すごいすごい野球選手なれるよな、ね、野球選手なんだ。陸上じゃない、一歩目のこうどっち踏み出せばいいかとか、どっちに体重かけてはいいのかとか。確かにすごいめっちゃ考えてる。すごい考えてたので、なんかもう、ね、うん、ある意味このね今回教えていただけたとしたら、うんうん、渋滞しない運転とかができるようになる。確かにね効率よくね、うん、自分が渋滞を巻き起こさないようにはできるかもしれない。先頭ってそういうことだもん ねそう、ちょっと気になってました、ね、あとお肉の話とかしました。しましたね、うん、CM 美味しそうでしたね。いや美味しそうだった、ね、りっちゃんが喋ってるのすごい美味しそうだった。とくちゃんでさあちょっと焼肉とすき焼きどっちが好きですか。松田はすき焼きの方が好き。そうなんだ。卵につけて薄めて食べられるのが好きで、焼肉ってもうなんかタレ塩みたいなあの味決まってというか、うん、強みにガツンとくるから。そうね、どうですか。私もすき焼きだけど食べてるのは焼肉の方が多い。すき焼きってお高いですものね、うん、そうですものね
なかなか、うん、でもとろけるようなお肉よね、すき焼きよね。そうよね、そうよね。アリちゃんはこの間、あ、どっちかな、でも、いや、はい、焼き肉、お、すき焼きはやっぱりね、普段食べられないので、うん、焼肉かな。あ、焼肉、 なんか鉄板焼きをこの間初めて行ったんですよ。おなんかサーロインが、まあ、コースだったんで、うん、サーロイン食べたんですけど、うん、もう私はダメでした。もうダメでした、もう小沢ありダメだった。みんな油はダメでした。あ、そういうこと。そうそう、そうなんですよ。いけますか、油は。油割と好きよ。おー、あー、前もしかしたらここで言ったかもしれないんですけど、うんうん、縁側がもうダメでます。二人とも早くない？もう結構昔からダメだ。嘘嘘嘘。消化のちょっとね、弱者かも。すごいすごい。だからこれをちゃんと美味しそうやなって思えるこの子たちはなんか健全だよね。いや、まだ若い。そうね。今肉食べたいですよね。あ、食べたい。なんで3台って言っちゃったんですかね。ね、確かにね。本当にやっぱ日々牛はどんどん増えていくからブランドがね、そういうことなんですかね。選びきれないって。選びきれないわ。でも焼肉だと私田島牛がすごい好きなんですけど。田島牛ね、5つの中に入ってなかったから、 あ、そう入ってないんだと思ったんです。どんなお肉？なんか柔らかいんですよ、うんうん、なんとなんと。そうで結構油もそんなになくて、うんうん、私その赤身系が好きなんですけど、うんうん、すごい美味しく食べられるお肉だったから、田島牛って書いてあるお店は、うん、あ、最高って思ってたんですけど、うん、なんか好きなのとかありました？松坂食べたことないです。松坂あるあるある。え、あったかな。大海、と松坂あるけど、やっぱ、はい、なんかさ、甘い感じがする。やっぱ、お肉本当に。何で食べたんですか？え、その時はお塩と あとタレで食べたけど、やっぱり美味しいね。とろける。あ、食べたい。あんまりお肉詳しくなくて、うん、出されてこれが美味しいんやでって言われたら、うん、そうかって言って食べたかったんで、なかなか分かんないんですけど。なるほど、うん、松阪は甘い。甘いんだ。覚えました、ね、いつか食べれる機会が、ね、あるといい。ガルラジメンバーで行きたいね。行きたい、ね、それは行きたい。はい、いやはや、いやはや、ね、なんか確かに本編振り返ってると結構ご飯の話してるから。そうね、そうね、そうね。あと今回はさ、はい、あのイエスノーでさ、私たち自身で考えて答えたりもしたよね。そう、しました、しました、しました。多分、ね、皆さんをね、気づかないぐらいナチュラルにイエスノーしちゃってたんですけど、うんうん、最初の方のイエスノーのやつがね、はい、あの自分たちでそのキャラクター性を考えて、そうそうそう、焼き鮭を、ね、の皮を食べる。いやー、うん、すごいですね。またいやー食べられないかもしれない。食べられないの？いや、カリカリでも？カリカリ。あ、なるほど。なんか松田すごい、あの鱗と遭遇することが多くてですね。あ、そう、そう。え、みんな噛み切れないみたいな。噛み切れない。なんか口の中に入れた時にザラッと、本当に鱗が入ってるから、うんうんうん、鱗ペみたいな作業がすごく苦手で、うん、そうなんです。なんか口にいぶつってなって、なんか蒸し焼き食べたんじゃない？それ蒸し焼きじゃないと。そんなに鱗を遭遇することは吉村ないです。そうですか。もしかしたらこうそういう生系で遭遇しちゃって、うんうんうん、それに対する抵抗感があるから、あ、もしかしたら、ね、確かにね、なんか鱗だってなるのかもしれない。そうなんですよ。鱗だ、鱗だ。どうなるんですね。カリカリだと食べ、美味しいよね。私もそう、昨日も焼き酒で家で食べて、うん、美味しかった。あ、塩とかついてると美味しいよ。あ、でも確かに、うん、パリパリにして。はい。あ、え、家で鮭焼かないの？焼いたことない。え、ないの？てか、あいつが魚の中で一番安いじゃんだって。あ、そうなの。基本生魚がすごく好きなので。あ、そうなの？そうなんです。だから火を通さんでくれって。マジか。すごいね。火を通さんでくれ払ったか。サモハか。特に調理いらないんでね。あ、そうなんだ。そうか。ね、すごい3人でもこんな分かれるから ね、 そうですね。体にいいんですけど ね、 ね、確かにきっとそうだろうね。なんか言いますよね、果物とかも皮と実の境目が一番要素があるみたいな。本当に言われるんで、これ食べた方がいいんかなって思いながら、なんかプルプルのところだけ削いでます。わかります？わかる。なんかちょっとコラーゲン入ってそう。あ、なるほどね、なるほどね。
ね。あ、ほんまですか。あ、食べたいの。あ、もつさんそこだけそっけ取って、ここなんか栄養素があるところかなと思って。そうなんだ。なんかブリのさ、油っぽいところがダメでさ、食べ物残しちゃうんだよね。あらららららら、そうなんだ。もうね、こんだけ違うからもう掟にはできないね。そうですね、できないね。あてたあてた、うん、好みになりました、うん、疲れたら休もうぐらいだ、うん、はい、疲れる前に休もうぐらいだったね。ちょっとだから食べ物の話が多い第4回でしたから、はい、ということでですね、そろそろ恒例となってきたカードのお時間になりたいと思います、はい、ガルラジ公式アプリで聞けるおまけトーク、ラジオかぐらや怪奇探偵団秘密のお題を決めたいと思いますが、はい、今日はまたそちら辺にちょっと机にあるのでシュシュッと、じゃあ今混ぜていただいてるので、うん、はい、どうぞ。ありさん、あ、じゃあ松田が、はい、うん、じゃあ、あ、これの中でいきます、はい、どうぞ。じゃじゃん。お、早いもので2019年も1ヶ月終わってしまいましたが、今年、あ、2ヶ月になるのか、1ヶ月か、うん、そっか、もう2月に入ってるもんね。みんな聞いてる時にはね、今年挑戦したいことはありますか、うんうん、おお、こちらのテーマに決まりました。はい、こちらをじゃあこの後お話ししていきたいと思います。ということで、そろそろエンディングの時間になってきました、うん、ここでお知らせです、はい、スマートフォンサイトアニメロミックスで私たちのボイスが配信になりました。はい、こちらですね、ガルラジ全キャラ配信中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、ガルラジ公式アプリはアプリ限定トーク、私たちの写真付き収録レポート、キャラクターのつぶやき、各コーナーでのお便り投稿など番組関連コンテンツ盛りだくさんとなっております。無料アプリですので、皆さんぜひ Android、iPhone でガルラジと検索してみてください。はい、そして番組では各コーナーでの投稿も募集しております。実際に送っていただいたメールがラジオかぐらや怪奇探偵団内で採用されることも ね今回ありましたから ね、ぜひに送ってきてください、はい、そして私たちのフリートークをお届けしているこのラジオかぐらや怪奇探偵団プラス、アプリ限定の秘密宛てのメールも募集しております。メールはガルラジ公式アプリからお送りください。はい、それでは続きはアプリ限定トーク、ラジオかぐらや怪奇探偵団秘密でお楽しみください。ここまでのお相手は神楽夏希役小沢有と、ほなみあかり役の吉村遥と、徳若美希役の松田理沙恵でした。せーの、バイバーイ。